はいどうも、タクタクです。四季の折、やっていきましょう。さあ、用具室に入ればいいんですよね。あれ。はい。用具入れね。用具入れの鍵を使った。あ、何お、ナタを手に入れた。物騒な。おりゃ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 何がおかしいね、これ。これでどうすんのこれ。カラスをこれで、エイエイする、みたいな、実は。エイ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 。えい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 。あ、私に話しかけないで、私に何かを求めないで。でも、めげずに話しかけてくるあの子。あの子には私と同じものを感じる。これあれ、見たやつだな、これな。ちょっと待って、これマジ、何に使うのこれ。なたが、しまっ。ん？なんか今、待って。なんだろう、なんか、あ、この、待って。これ、構えながらこう動かないといけないみたいな。え、違うな、これ。カラスを攻撃するわけじゃないな、このナタで。これどうすればいいんだろう。とりあえず木を切るかい？いや、ナタで、木は切れんか。これどうすれば、あ、蜘蛛の巣をエイエイするのかな？実はちょっと収録が、何日か空いて、前回どこまで、どこまでやったっけ？ここか。放送室で、そうだ、閉じ込められてるんだ。このナタで、え？真っ赤だけど？そうでしょ？なつきちゃんは？どうだったの？なつきちゃん死んだ！嘘！でも、誰か上に行ったぜ、今。血の跡が。こっちへ。追いかけた方がいいんだよね、これね。え、どこ？上に行った！開いてる！なんでこんなひどいことするの？許さない！返してよ！返して！どうして？誰だ？やられた。返り討ちやん。あ、そして突き落とされると。バッドエンド。四季。エンド1四季。ネクストゲームが解放されました。どういうこと？周回制？ネクストゲーム？このバージョンはイベントボイスがところどころ入っております。まあまあ、オンでいいですよ。え、どういうこと？また最初からってこと？おほほほほほほ。ちょっと待って。これ何色かしなきゃいけないってこと？まあまあ、ちょっとやってみるか。お、待って。夏希パートってこと？これは。途中までは一緒でした。開かないと。誰なんだろう、小春じゃないの普通に。誰なの？いや。なつきちゃん。あ、小春懐中電灯持ってた。いや、急に。もう、急に走り出すからびっくりしたよ。小春、帰らないの？なぜだかわからないけど開かないのよ。なんで？誰かいませんか？閉じ込められています。開けて！大体なんで内側から開かないのよ。確かにね。鍵がびくともしないなんておかしいじゃない。なつきちゃん落ち着いて。なつきちゃんもびっくりしたりするんだね。やっぱり怖がり？うるさいわね。そんなんじゃない。小春たちみたいにまだ学校にいる人いるかも。開かないんじゃどうしようもないし、学校の中探検してみよう。そうだ、ここから一番近いし職員室に行ってみよう。まだ先生たちいるかも。よし、そうと決まれば出発進行。お、ここからまた通常になりましたけども、なんか変わんのかな。夏希ちゃんが主人公かと思ったけど、今度は違う、小春ちゃん。
や、わかんないけど、要所要所で多分変わってきますよね。だってその、夏希ちゃんが行動がわかんなかった部分とかも結構、あるから、すぐしたかないと。まあ、ちょっと変わったところだけ、ね、かいつまんでカットしていこうかな。カットして編集していこうかな。あなたたち何やってるの？あれ？あん中に入ってなかった。今。にゃーんって言って、ここから出てきた。みふゆちゃんだ！びっくりした。お化けかと思ったよ。そのパターンもあるんだ。こはるんだ。こはる、この人は？ここからは変わんないの。ちゃんだよ。じゃああなたも閉じ込められてたのね。それにしても、なんで段ボールの中にいたの？確かに。掃除道具入れじゃない。すっぽりはまったからかな。とにかくみふゆちゃんも一緒に、あきらちゃんのとこに行こう。あきらちゃん？あきちゃん先生も段ボールにいるの？とぼけてるの。違うわよ。立花先生は今保健室。早く戻らないと心配するだろうから、そろそろ行くわよ。おー、ちょっとずつ変えてきてますね。ちょっと一瞬過ぎてあれだったかもしれないけど、猫が出てった描写とかもあったよね。あれもなか前はなかった。おっ、どうなった。いや、あきちゃん、なにこれ、ちょっと変わってる。あ、まだ意識があるぞ。誰がこんなことを知った。え、クラに四季が、このままではクラが、あ、そういうこと？取り憑かれてるってこと？夏希ちゃん、夏希ちゃんはどこに？すまない、許してもらえなかった、四季。あきらちゃん、やだ、やだ、目を開けてよ！小春。やだ、やだ、死ぬなんて、そんなのやだ！泣いてる場合じゃないかもしれない。みふちゃん、そんな言い方ひどい。違う、とにかくどいて。何？小春、私の手を握って。そんな能力が。今のは何？あきちゃん先生の最後の記憶。ああ、もう、でもここまでが限界。私の力まだそんなに強くないから。なんでそんなことができちゃうの？もしかしてこれは夢？夢じゃないよ、小春。それよりもこの記憶を見る限り、クラさんは何かに、驚いて保健室を飛び出してる。クラに、式が、取り付いてるってことだよね、多分ね。そういえば、夏希ちゃんは、どこ？え？強い思念は、弱い心を巻き込んで支配するの。ただでさえこんな風に学校に閉じ込められてる状況なのに、得体の知れない何かに襲われてでもしたら、体を乗っ取るなんて容易、いくらに、ん？容易くらいに、今のあの子の心はズタズタだと思う。そうだ、泣いてる暇なんてない。アキちゃんの携帯、何かに使えるかもしれない。ごめんね。少しかいるね。おお。初めて。アキラの携帯ゲット。アキラちゃん、最後に話せてよかった。おやすみなさい。ちょっと違ってきてますね。2週目は。あれどうした？ナスキちゃんのシュシュだ！ナスキちゃんが危ない！探しに行かなくちゃ。あ、動けそうにない。このくだりは一緒ですね。うん。霊からある程度、はい。お守り。これお守り持ってたのに前回やられましたよ、だって。エンディングの時に。こいらは同じ。で、まあまあ、セーブして。で、この机の上の鍵を取ってって感じですね。はい。じゃあ行きましょう。まあ、また変わったところ前ですね。この後なんだよなぁ。この子がだから途中でやられるやん。鍵閉めて。やっぱ小春パーツではあると。使う。あ、待って。あっちに逃げていけないように、あそこの糸は切らないでおくっていうことなのかな。それで行ってみましょう。エンディング変わるかもしれない、それで。あ、急に回想シーンだった。あきちゃん先生が顧問なのは文芸部。ほうほう。え、どういうこと？
ちょっと階層が文芸部、あ、これ写真部、あ、これ文芸部、鍵かかってる。どうしても開けたいな、どうしても開けたいな、どうすればいいの。この絵は初音ミク、違うかな、なんかある。新聞部、開けたい場合はどうすればいいの。ほうほうほう、マネキン、これ何部、ちゃんと見なかった。あ、ここ演劇部ね、茶道部とか。ちょっとお借りします。え、急須何使う、急須なんか何使うんですか。ここ娯楽部じゃないんですか。どうすんの。え実は悪とか、これで、あっ、この子に見つかる前に探さなきゃ。割った何探してんの、何探してんの。どうしたどうした。おう、これを早く見せないと。何を。いやいや、戻るんかい。みふゆちゃんが何をやっていたかっていうね、裏の行動が分かりましたね、これで。あ、なんか出てる。セキュリティのために一人一人ロッカーに暗証番号がついている。これ夏希ちゃんのロッカー、何か挟まってる。夏希ちゃんの番号。あ、どうしてすぐ助けに来てくれなかった。怖い。幻？夏希ちゃん早く見つけてあげなくちゃ。やっぱ一人じゃ心細いな。みふいちゃんのところを行こう。これは？わかんないんだけど。夏希ちゃんの誕生日とかってこと？夏希、え、ちょ、待って、なんかこれって、調べる方法ないの？夏希ちゃんの誕生日とかじゃないよね。あの番号がわかんないんだけど。ここ、なんか、窓が開いてる。調理室。ここで殺されたよね、みふいちゃんね。お湯。え？生臭い。特にないじゃん。え、みふいちゃんどこにいんの？あ、ここからじゃないか。ここから。大丈夫かな。ちゃんと進めてるつもりではいるんです。みふゆちゃん、ここにいるという体だもんね、一応ね。みふゆちゃん、ひ、違う。で、まあ、これはフェイントなんですよね。はいはい、これは幻のはず。はい、幻ー、探さなきゃ。声が聞こえる。はじめましてかな。やばい。同じ感じになるよ。何があなたをここまでさせるんだよ。うるさい。私のような人間は天敵だものね。分かった風に心を覗かれて気持ち悪いでしょう。やばい。そう、それでもいいよ。でも本当にそれでもいいの？このまま私を殺したら本当に戻ってこれなくなっちゃうよ。永遠にこの場所に縛り付けられちゃうよ。逃げて。あ、刺された。うわ。結局逃げる感じ、こう、また。逃げなきゃ。逃げて。屋上。はあ。やばい。これは、まだちょっと知らないパターン、また。いや、来ないで。色気さ、あー、ちょっと待って、これ間に合った。間に合ってない。私の俺は私が守る。誰にも暴かせたりはしない。バッドエンド、エンドに色気。ちょっと待って、これ4周しなきゃいけないってこと？ちょっとどっか分岐あったのかな、わかんない。はい。といったところで、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。エンド2つ回収して、あと2つか。なんか、エンドが、あれ？ 5 つ？じゃああと3つだ。うん、あるっていう話なので、ちょっと全部回収できるように頑張っていきましょう。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。また、ご覧ください。噛んだ最後。ではまた。